バトルとかあったっけな。おい、こっちだ。って言われると逆行きたくなるんだよな。あれ？行けない？片道切符か、ここ。無理っぽいな。赤い印が随分遠いけど。なんかあんのか？いやー、水の中っていうのは個人的にあんまり得意でないもんで、あんなことされたらちょっと、いや、もう動揺しそうだな。おっと、マジでバトルあんのか。先制攻撃のチャンス。あ、2匹ずつだ。オーバーキール。さて、あら、さっきのクリティカルか。ブラインアタック。3回行動するまで敵一体を暗闇にします。まあそれいらないですよ今回は。あ、ピラニア数によって体力が違うとかそういう感じかな。おお、結構いっぱいゲットした。オーバーキルするとスフィアがゲットできたくさん手に入るとか、そんな感じかな。あ、曲がなんか随分アレンジされてっかな。なんか前に聞いた時と雰囲気が違う感じがする。そうでもないのかな。こんなバイオリン聞いてたっけ。あ、こいつ1匹なんだ。2匹と1匹のやつは簡単に倒せるんだ、多分ね。ちょっと体力が高いとかそんな感じかな。あ、そういえば行動の順番とか全然気にするの忘れてた。次のバトルでちょっと復習し、お、宝箱、ガチャ、毒消し2個、おいしょ。さてな、ピラニアが、お、A と B がいて、 B の方が先に攻撃してくるから、あ、まあ1匹と2匹だったらそうでもないか。余裕っすね。経験値少ない。沈みすぎ、ちょっとなんかくぼんでるとこってどうしても気になっちゃうんだよな。あー、見えづら。宝箱の匂いは全然しなさす。あ、先制攻撃された。いってー、めっちゃ食われてるけど。さて、こっからか。うわー、そんなに。これ順番にやってって全然問題なさそうだな。全員同時に攻撃してくるわ。やべ、ティーダは結構食らってる。全体攻撃とかやりたいな。あ、そうだ、ティーダ成長させるの忘れてた。移動、二つ移動して、で、使う、パワースフィアが二つか。これで物理防御が上がって、隣で攻撃力が一上がると。一上がるとどんなもんなんだろうな。宝箱なさそうだな。このテータのくぼみじゃないか。しかもこの水面だからな。ああ、もうこのパターンが多いな。そうだな、輪っかに攻撃してくれるのは一番助かる。攻撃力はどうなんだ？すげえコントロールの良さだな。
おお、ワッカもレベルが上がった。おし、先進めた。なんかめっちゃ笑ってるけど。離せよ。お願いがあるんだな。あんたのチームに入れてんだろ。図星か。もうすぐ大きなプリッツの大会がある。スピラ中のチームが集まるでかいやつだ。でかい大会だからお前のこと知ってるやつらもきっと来る。そしたらお前元のチームや生活に戻れるだろう。なあ、悪い話じゃないと思うぞ。どうだ。いいよ。ありがとうよ。大会まで頼んだぜ。ゾロの声が。ブリッツとシンだけがザナルカンドとスピラをつないでるような気がしたんだ。そんなに外れてなかったろ。なんかどうしてもあの声聞くとゾロの顔が出てくるんだよな。俺はあそこで生まれて5歳でブリッツボールを始めた。13歳でビサイドオーラカに入って10年戦士ってやつだな。え、23歳。10年やっても大会じゃ一度も勝てなかった。俺より貫禄全然あるじゃん。引き際が肝心だってんで去年の大会を最後に引退したんだ。23歳で引退。マジか。でな、引退してから新しい仕事を始めたんだな。でもちょっと気抜いたらすぐブリッツのこと考えちまう。10年間勝ちなしじゃな。去年の1回戦はチャンスだった。でもきついことがあって試合に集中できなかった。なんだろう。言い訳っすね。厳しいっすね。次の大会で勝ってスッキリしたい。そういうことか。大会の目標は？順位は関係ないんだ。いい試合ができたらそれでいい。本気でやったって充実感があれば、俺スッキリやめられると思う。目標って聞かれたら優勝って答えろよ。試合に出るなら勝つ。それ以外何があるんだ。優勝。マジっすか。身近にこういうこと言うような人が2人ぐらい思い浮かぶな。優勝だなって。競い合いでもないのに優勝だって言いそうな人が。ああ、海から来た人か。はい。この道は魔物が多いから注意した方がいいよ。真に近づいたのに助かったんだろう。こんなところでやられるなよ。誰？討伐隊のルッツとガッタ。うん？討伐隊？お前そんなことも忘れちまったのか。悪かった。気にすんな。俺が面倒見てやる。素直だな。うっす。その代わり大会の時は大活躍してやるから。よし。ああ、討伐隊のことは直接聞けよ。村の宿舎にいるはずだ。ここか、こっちか。向きが分かんなくなるな。カメラアングルを調節したい。でも前はこれが当たり前だったんだな、よく考えたら。いつからだ、カメラアングルが調節できるようになったの。ビサイド村だ。おう、食べ物ある。後であの家で食わせてやる。しばらく暇つぶしてろ。そうだな、あそこが討伐隊宿舎だ。ルッツとガッタにいろいろ聞いてみろよ。ああ、
曲がいいな。そうそう、こっち来い。なんだよ。お前いくらなんでもお祈りは覚えてるな。いや忘れた、そんなの知らない。いや忘れたに忘れたっていうか知らなかったんだけどさ、生活の基本だろう。とにかく教えてる。ほれやってみ。おお。じゃあ寺院の召喚師様にご挨拶してきな。それはブリッツボールの選手だったら誰でも知ってる勝利のおまじないだった。一番最初の方で子供たちがやってましたね。あ、宝箱勝手に持ってっちゃう。なんか、ああ、部屋の中入っちゃった。部屋っつうか家か。テントですな、完全に。なんか。あ。この格好自体が珍しいんだ。じゃんじゃじゃじゃん。討伐隊のとこ素直に行ってみますか。緑の印が出入り口かな。その分だけ家があるって感じですかね。おう、いた。この人は？ああ、一休み。お、お金取られなかった。おう、寝息が。びっくりした。こっちがガッタかな。あ、なああんた、真に襲われたんだろ。それ最近か。多分な。じゃあ島の近くに真がいるのか。隠してないよな。もちろん。この近くに真が来たのなら島を襲いに来るはずだ。ところがそんな気配はない。悪いけど俺には何もわからないよ。だいたい俺討伐隊ってのもなんだかよく分かってない。冗談だろ。真の毒気か。ガッタ、話してやれ。はい先輩。討伐隊は真と戦うために生まれた組織である。スピラ中に支部があり、そこに志願した者は誰でも参加可能である。討伐隊は800年前に英雄ミヘン様が作った石山衆を起源とする。後年組織を拡大し討伐隊と名を変え、以来真と戦い続けているのである。800年も戦い続けて真を倒せないのか。討伐隊にできるのは真の進路を変えさせたり、まあはっきり言ってその程度だ。多分俺らには真は倒せない。討伐隊の役目は真から寺院、町、村、人々を守ることだ。じゃあ誰が真を倒すんだ。真の毒気ってのはこんなひどいものなんですか。いや、これはかなりひどい。教えてやるのは簡単だが、できれば自分で思い出す方がいい。寺院へ行って祈りを捧げてこい。すべて思い出せますようにってな。はーい。まあお祈りの仕方を教えてもらいましたからね。あれ、何これ、機械じゃないのこれ。お、チュートリアル、スフィアモニター。これは機械じゃないのか。あ、もしかして、ちょっとごめんなさい、くんくん。あー、これだけか。宝箱あるかなと思ったんだけどな。そんな匂いはしなかった。
残念。